航空自衛隊 F-15 戦闘機が中国産トン空母に対して緊急発進を実施したとの情報をキャッチしました。今回はこの緊急発進の内容と山東空母の行動を詳しく見ていきますね。山東空母は動かないと考えていたけど、ついに全ての修復が終わったのかな。2023年4月7日から9日までの期間において、沖縄県の宮古島の南方の海上に進出を行っていた中国海軍の航空母艦山東は、艦載する戦闘機でおよそ80回、回転翼機でおよそ40回にわたって発着艦を行ったことが確認された。中国海軍の航空母艦山東は、これに先立つ4月5日に2019年12月の就役以来、初めて太平洋方面への進出が確認されたばかりであったが、駆逐艦やフリゲート艦からなる艦隊を構成して、今回の行動に及んでいる。これまでに中国海軍の航空母艦として太平洋方面へと進出を果たし、艦載機の発着艦を実施してきたのは1隻目の遼寧のみだったが、ようやくここに来て、山東も艦載機の運用能力を向上させていることが伺える。この後に、航空母艦山東は、台湾の蔡英文総統が訪米して、同国のマッカーシー下院議員との会談を行ったことへの威嚇として、台湾本島の周囲を取り囲むように実施された中国軍の軍事演習にも、引き続き加わったとされる。中国の沿岸部から台湾本島までを隔てる台湾海峡の幅は最大でも 200km を超えない近さであるため、台湾への威嚇に航空母艦山東を参加させる軍事的な意義には疑問符もつくが、太平洋方面の東側海域からも圧力をかけたものだろう。こうした中国海軍の航空母艦山東の宮古島南方海上での艦載機の発着艦や、台湾島方面へのその後に進出した航路からは、陸上自衛隊の回転翼機の消息不明事件が、その艦載機等の攻撃によって引き起こしたという憶測も根強い。しかし、日本側は、山東が宮古島の南方の海上に進出した時点から、海上自衛隊の朝霧型護衛艦7番艦の、沢霧及び高波型護衛艦4番艦のさざ波が逐次その行動を監視する体制を敷いていた。また山東からの戦闘機回転翼機ら艦載機の発着艦に際しては、航空自衛隊の戦闘機がスクランブル発進を行ってその動向に対処する動きを見せており、こうした警戒網を崩して陸上自衛隊の回転翼機に害を及ぼしたとは到底考えられない。この陸上自衛隊の回転翼機の消息不明事件に関しては、ようやく4月13日には墜落したと、おぼしき海域を絞り込めてきた様子が伺えるので、機体の発見に至れば、このような中国軍からの攻撃といった憶測は完全に否定されるだろう。ただし、こうしたインターネット上に散見される憶測、陰謀論の類は、現実の陸上自衛隊の回転翼機の消息不明事件の原因が、トラブルによる事故だと報告されても、それ自体が、捏造だというような主張を行うことは、容易に想像がつく。したがって、今回の件から、中国軍の関与が、完全に、インターネット上で排除されることはないのだろうが、こうしたデマが容易に拡散されてしまう状況は、実際の脅威を歪めてしまうことにつながりかねず、その方が深刻な問題にも感じてしまう。さて、中国海軍の山東だが、一部のマスメディアの報道においては、クズネツォフ級航空母艦と表記されるように、それは旧ソ連海軍時代に建造されたアドミラルクズネツォフ級航空母艦にまで、その源流をたどることができる。
アドミラル・クズネツォフ級航空母艦は、旧ソ連海軍において、前級であるキエフ級航空母艦の4番艦、バクーの設計をベースとして、大型化及び、全通艦板を持つ1番艦、アドミラル・クズネツォフが建造されたことに始まる。アドミラル・クズネツォフは、艦首部に設けたスキージャンプ式の発艦装置によって、艦載機を離陸させる機構を備えた、世界で初のストーバー式航空母艦であり、かつ、垂直離着陸機以外の艦載機を運用する旧ソ連海軍初の艦艇でもあった。アドミラル・クズネツォフ級航空母艦も、前級のキエフ級航空母艦と同様に、旧ソ連海軍では、重航空巡洋艦という艦種を称しており、これは、トルコ領のボスポラス海峡、マルマラ海、ダーダネルス海峡の通過制限を定めた、モントルー条約へ対応するためと言われている。モントルー条約は、1936年と、かなり昔に制定された条約ではあるが、黒海とエーゲ海をつなぐ海峡を、航行可能な軍艦の種類を定めており、トルコ政府は、航空母艦の航行は、原則として禁じるという、解釈を今日も貫いている。旧ソ連海軍としては、黒海とエーゲ海との行き来ができない場合、黒海艦隊の運用に、支障をきたすために、これを防止する必要があり、実質的には、他国から見た場合に、航空母艦である、艦艇を、重航空巡洋艦だと、強弁していた感は拭えない。また、旧ソ連は、純然たる陸軍中心の大陸国であるため、もともと、国内では、陸軍の発言力が、海軍よりも政治的に強く、海軍が航空母艦を保有、運用することに対して、その風当たりが強かったことも、重航空巡洋艦なる艦種を設定した理由の一つとめされている。アドミラル・クズネツォフは、1982年4月に起工、1985年12月に進水、1990年12月に、旧ソ連海軍に就役を迎えたが、翌1991年には、旧ソ連そのものが崩壊してしまい、以後は、今日に至るまで、ロシア海軍による運用が続けられている。2023年現在も、アドミラル・クズネツォフは、ロシア海軍で、唯一の航空母艦として、就役を続けているが、老朽化が、激しく、昨年2022年5月に、ムルマンスクにて、改修工事を受けるため、ドック入りをしており、復帰は、早く、とも2024年以後の予定である。そして、このアドミラル・クズネツォフ級航空母艦の2番艦として、現、ウクライナのムコライウの造船所で、1985年に寄港されたのが、ワリャーグであり、2点3点はあったが、旧ソ連の崩壊に伴い、独立国となったウクライナが、所有者となった。しかし、独立したウクライナも、ワリャーグを航空母艦として完成させる予算の確保や、仮に完成しても運用を行う海軍の体制の確立は困難であり、スクラップの名目で、1998年には、マカオの民間企業を称する法人に売却された。このワリャーグが2001年にようやく中国へと渡り、スクラップの名目は無視されて、タイ連の造船所で改修を施され、2012年9月についに中国海軍初の航空母艦、遼寧として就役することとなり、今日もその状態が継続されている。こうして旧ソ連時代の寄港から始まり、最終的には中国海軍の航空母艦、遼寧として世に出たとも言えるが、この遼寧の改修作業を通じて得たノウハウをもとに、中国が国産化を行ったのが、山東である。山東は、遼寧が就役を果たした翌年の2013年11月に寄港され、2017年4月に進水、2019年12月に、就役を迎えていたが、
これまで3年以上にわたって、太平洋方の方面への進出もなく、比較的に目立つ行動も少なかった。特に、2022年6月には、中国海軍として、国産で、2隻目、通算で3隻目にして、これまで、ノストオバージキ航空母艦から、外手カタパルトを装備すると喧伝された、福建が進水したことで、中国の航空母艦としての存在感が薄れた形でもあった。しかさここに来て、山東が、艦載機の発着艦を伴う活動を、太平洋方面で実施したことは、中国海軍の航空母艦の運用能力と、その体制が強化されていることを意味しており、練習用の、遼寧から、さらにステップアップした、ことは確実であろう。ただし、日本が、最大の仮想敵国として、中国を見た場合、山東らの航空母艦が、軍事的に、大きな脅威になるかといえば、そこで投射可能となる、J-1 5等の戦闘機の能力を勘案しても、いたずらに警戒する必要もないだろう。今のロシア・ウクライナ戦争を見ても明らかなように、いわゆる第4世代戦闘機は、ある程度に健在な防空網の前では、積極的な攻撃ができない状態であることが見て取れ、むしろ、J-20 等の中国空軍の戦闘機の方が、脅威度は高いと思われる。